はい、皆さんこんにちは。またお目にかかりましたね。さて、今回の映像作品、1984年の公開された Give My Regards to Broad Street、まあ、放題日本語のタイトルは Yeah, Broad Street というタイトルになってるんだけども、これは Give My Regards to Broadway というミュージカル映画が1950年代にありました。そのタイトルをもじって Give My Regards to Broad Street、 Broad Street というのはイギリス、ロンドンにある実際の通りの名前です。で、この映画というのは脚本と音楽がポール・マッカートニーが担当してます。で、その頭のイントロの部分と映画のエンディングの部分は一人ぼっちのロンリーナイツというタイトルの曲になってます。これがそこそこヒットしたわけで、音楽監督はジョージ・マーティンね、あなたご存知でしょ。あなたジョージ・マーティンはビートルズの総合音楽プロデューサー、そしてこの映画の監督はピーター・ウェップ、彼が監督してるわけで、これはポール・マッカートニーが制作した音楽、その楽曲の入ったマスターテープ、青い箱に入ってるの、キラ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 光ってる、いいですね、こういうキラキラやかな、そういう世界、そういう箱の中に入っているマスターテープ、これがなんと盗まれてしまうという、それをめぐっての騒動です。で、これは映画としては正直物足りない、いまいちだなと思う方も多いと思う。なぜかというと、ストーリーがどういう展開になっているのかがちょっと内容がつかめないところも正直あります。私も見てそう思いました。ただね、この映画じっくりあなたご覧ください。ご覧いただくと独特の世界観にはまるんですね。それがこの映画の良さです。で、いろんな曲を演奏してきます。で、自分自身の作った曲、ポール・マッカートニーが作った曲のセルフカバーをこのアルバムの中でやってます。新曲はたった2つだけ、その2つというのはこの映画の中でも演奏されてます。映画の中でリンゴスターね、ビートルズともにしたドラマ、このリンゴスターが叩いてる、ドラムを叩いてる。そしてバーバラ・バック、これはリンゴスターの奥さん、この彼女はバーバラは1981年に結婚し、実はその4年前の1977年、007の私を愛したスパイ、 The Spy I Love の中でボンドガールを演じている女優さん、彼女も登場してきます。そしてラルフ・リチャードソン、トレイシー・ウルマン、ブライアン・ブラウン、こういった若手のミュージシャンも起用していきます。そしてもちろんそのポールの当時の奥さんだったリンダ・マッカートニー、彼女も登場してきます。彼女はキーボードができるキーボードプレイヤーです。彼女も登場して I'm not such a bad boy とか No values、 この2つ、この2曲がこの映画の中の新曲になります。印象的なシーンが1つだけあって、これはビートルズから距離を置いてました。ポールはずっと置いてました、ね、ビートルズはもう関係ない、自分はもうビートルズを自分が壊した、自分が壊したって言った人です。で、その彼はやっぱり自分はビートルズのメンバーだったっていうことを再認識したんでしょうか。その彼がビートルズの曲を再び自分でセルフカバーして演奏してます。 Yesterday、 そして Here, There, and Everywhere、Good Day Sunshine、 そして For No One、 Eleanor Rigby、 数々のビートルズ時代の名曲を演奏していくんです。実はその演奏している間はリンゴスターは何も演奏してません。なぜかというと、これはリンゴが映画出演する際の取り決めとしてビートルズの曲はやらないとリンゴは言ってたので、その取り決めとしてポール・マッカートニー一人でセルフカバーをしてます。リンゴはその間ドラムのブラシ、ドラムの用具、楽器、
これを探し回ってる、そういう役どころをやってる、ね、いろいろ探します、探します、やっと見つかりました、あ、ボールの歌が終わった、ほっとしてリンゴはポール・マッカートニーの曲を、ソロの曲を演奏します。83年前年度にアルバムを出してます。ポール・マッカートニーはパイプソーピース、その中のカバーのソーバー、そこでも、そこで彼はリンゴはドラムを叩いてます。そのシーンもあります。一番圧巻のシーン教えましょうか。これはね、この1976年のウィングス時代の心のラブソング、これがなかなか映像もいいしシュール、白塗りして白い衣装をした、そういったダンサーが出てくる。で、そのダンサーが踊るんだけども、マイケル・ジャクソン、彼のダンスに非常に似てる。当時は勢いあったマイケル・ジャクソンね、その彼のダンスをご覧になってください。きっと惹かれるものありますよ。ね、まあ一つの映画としてストーリー性はちょっと弱いところもあるけども、ミュージックビデオとしてご覧になっていただければ、この映画も十分に楽しめる様子だと思います。ね、あなたも、ね、あなたもみんなご覧になってくださいね。そしてまた感想送ってください、書いてくださいね。それではまた次回の動画にお目にかかりましょう。ご期待ください。では、さよなら、さよなら、さよなら。